令和2年度第1回学長解説速報です。今回は理科の新応の求め方に関する特徴的な問題が出たのでそちらを扱います。まず基本的な確認ですね。これが地面真横から見てるところね。震源は地下にあってその真上の地表の部分が震央です。これは大丈夫ですね。でここで大切なところ、例えばここら辺に観測所 A があったとします。いい？で観測所 A があった場合、観測所 A から震央までの距離と震源までの距離を比べた場合、この形なので絶対に震源までの距離の方が震央までの距離よりも長くなりますよね。いいかな。観測点から震央までの距離は観測点から震源までの距離も短くなります。これは模式的な図で、まあこんなに震源に近いってことはあまりないでしょうが、もう少し離れた、もっと離れた場所でも、どんだけ離れてても、震央までの距離は震源までの距離より短いです。で、ここで上から見てみましょう。上からっていうのは地図でね、模式的に、こう、例えば日本がこうあったとして、観測所 A がここら辺にあったとします。で観測所 A から震源までの距離を半径とする円を書いてみましょう。そうするとあまりうまく書けないかな。このような形になります。この観測所 A から震源までの距離を半径とした円、これを書きますが、この円上に震央はないですね。わかりますね。震源までの距離は震央より長いからです。震央までの距離が短いので、この円の少し内側のどこかに震央は存在することになります。でもう一つ円を描いてみましょう。別の地点 B から、もう海の上に観測点があるというのも変な話なのでちょっと書き直しますね。先に円を描いた方がいいかな。こうあって、これが観測点 A から震源までの距離。で、もう一つ観測点 B から震源までの距離を取りましょう。ちょっとうまく書けなかったな。もうちょっと補修か。B。でこれ B から震源までの距離を取っているので、やはり震央はこの円よりも少し内側にありますね。これで2つの円の交点を結ぶ線分を取ると、震央の位置はこの A から震源までの距離の半径とした円の少し内側で、震源、観測点 B からも少し内側にあるので、この2つの円の交点を結んだ線分上のどこかに、真ん中とは限らないよ、どこかに震央は存在するということになります。で、ここまでは今までも静岡県の学長や入試では扱われてきました。で、今回はもう一つ言って、もう一つ円を考えましたね。もう一つの観測点からの、観測点から震源までの距離を考えました。この観測点 C としましょう。真ん中が少し。でここで A と C の2つの円の交点を結ぶ線分を結ぶと、ちょっとずれましたが1点が決まります。これが震央の位置です。ついでにこの C と B の2点を結ぶ、2点を結ぶ交点を結んでも同じところに重なります。で実はこれがね、正式な震央の求め方です。まあ、もっとも私の知識が古くて、もっと今いい仕組みができて、まあ、できてるかもしれませんが、原理はこういうものです。で、これがね、大事なところで、この、観測点から震源までの距離は、これは初期微動継続時間で決まりますよね。これは大事なことですよ。初期微動継続時間で決まって、で次にこの初期微動継続時間で震源までの距離が分かるので、各観測点からそれを
参考書で十分ですね。もっとたくさんやればとたくさん取っても1点で重なりますが、各観測所から震源までの距離を半径とする円をやれば震央決まります。でこの震源までの距離が決まって、震央までの距離が決まって、そうすると皆さんが、3年生の3学期に勉強する三平方の定理というところで習うことですが、この直角三角形のこの2辺が分かれば、ここの長さが決まります。これ震源の深さって言われてるところですね。よくテレビとかで地震があると震源の深さは何メートルですか言いますよね。何キロメートルか、それってのはこういうふうな形で決まってるってことですね。我々みたいに現在に生きてみると、そうなんだろう、そう震源の場所もきっと勝手に分かるんだろうなとかって思ってしまいますが、実はこういう学問の積み重ねで、学問の積み重ねでその震源の深さとかも分かります、分かってきました。でその震源の深さを調べることによってプレートの存在も分かってきた、そういうところですね。ですから今回のこの問題、少しねちょっと無理がある問題とは思います。このこうやって震央を決めるなんてどこにも教科書にも載ってないですしね、うちの教材では少し触れてますけどね、無理がある問題ですが、そういう、まあ、震源の深さ、当たり前のものでもこういうような、我々が聞くと当たり前に聞こえるようなものでも、こういうような学問の積み重ねがあって決まってるということで、こういうのようなタイプの問題はこれからもどんどん増えてくると思います。いろんなことに興味を持って見ていくようにしましょう。では、解説速報ここまでです。ありがとうございました。